이제 이거 から見ればいいんだかよくわかんない。あ、なんかいろいろ説明書いてあるよ。読める？ユーリ読める？700手は読めるけど次読めんの？じゃあ次行こっか。あ、これ模型だね。色塗ってないバージョンかな。作りたてほやほやねえ。作りたてほやほやね。お、すごいすごい。お、あ、駅になってんの。あ、駅の模型なんだ。あー、あ、すごいすごい。うわー、なんかいろんな種類があるみたいだね。こっちはジオラマ。この辺が台北エリアだね。あ、それ本物の広告だよ。そう。なんかまだあの遠くにやったんだよ。うん、これさ、ほら高尾のさ、英国イギリス領事館。あそこにほらちゃんと模型があるの。あ、これ前なんか乗ってる時に見たやつじゃない？そうそう、これがほら、これだ。うん、見たやつね。はい、うん、すごいソーラーパネルだね。あとこれ、これってしかもさらに終わりっていう意味を持った。あ、発生したよ。なんか周囲終わりっていう意味だ。パーソネル入っちゃった。あ、すごいボタンついてるねえ。運転手さん大変だね、こんなにボタンついてたらねえ。パパに電話しよう。パパに電話できない。これか。はい、出発。合ってんの？これ多分エンジン。エンジン？そう多分だけど。出発進行。なんかなった？何にもなんないのか。ね、ユーリの身長より大きい車輪だよ。何この線路。ちっちゃい模型かな。あー、幅が違うっていう展示かな。あれでしょ、なんかくっつけるやつでしょ。うん、これなんかドイツのって書いてあるよ。ドイツ製のがこの幅っていうことじゃない？企業版だって。うん、これが日本式って書いてあるね。日本式の線路って書いてある。これ日本の線路ね。あ、これは修理の人の制服かな。どれどれ。あー、本当だ、あったあったねえ。何かな、何系？ユーリ詳しいでしょ。あ、すごい模型がいっぱいあるね。このパネルさ、日本の新幹線とか紹介してるよ、ほらね。ねえ、これはいろんなグッズだね。うん、そう。